ジで川名じゃん。再会した初恋の人、でも彼は大学3年の時事故に遭ったんだ。桜ヶ丘のコンペ任されて嬉しかった。絶対成功させたいんだ。今までどれほど悔しい思いをしてきたんだろう。一生一人で生きていくって決めたんだ。あの時伝えられなかった思いが溢れてくる。俺のことはどうでもいいから。どうでもいいわけないじゃないですか。先輩のことが好きなんです。本当の愛をあなたからもらって。こっち見て。覚悟が必要よ、彼と付き合うのは。娘と別れてくれ。川名、助けてください。川名にしてあげられることがあまりにも少なくて辛い。一緒にいられればそれだけで幸せだった。パーフェクトワールド、君といる奇跡。お願いします、先輩を助けてください。